アジゼ藩は、セッツクシマ軍アジゼツに藩長を置いた、江戸時代初期の藩である。所領の多くはむしろ、ヤマ国にあった。織田信長の弟長マは、信長の次男信尾が改役された後、大阪城で、豊臣秀吉の乙義州として使え、セッツクシマゲ軍に二千国を治療していたが、慶長五年の関ヶ原の戦いの後、ヤマ国山部軍に新たに恩賞として二万七千国を、 数をされた。これにより、都合三万国を領し、大名に列することになった。やがて県長年、山和国式上郡、山部軍、摂津福島家軍の内から一万国を呼んだ長政に、式上郡、山部軍の内から一万国を、伊豆お長にそれぞれ分与し、残余の一万国は、自分の養老領とした。長政は、次男より長を、 おそらく後継者と考えていたが、元那六年に先立たれ、その維持長吉見を引き取っていたものの、相続者としての届け出を行わないまま、翌元那七年に、自身も死去した。長松の養老寮一万国は、女風となり、長吉見は、大名への復帰も、幕府への正規の召し会えも果たさず、慶安四年に死去し、子はなかった。なお、長松の長男長校は、 関ヶ原での軍港により、美の国王の軍に一万国を、父とは別に獲得した後、慶長十一年に死去した。その市長族に死死がなく、寛永八年に野村藩は廃藩となった。長典の弟、長政の子孫は、加賀前武家の家臣となっている。ありがとうございます。